さてと。あの、どうした？どうでしょう。はあ、ん？実は、それと、ちょっと。ねえ、あのね、大丈夫だよ。え、ああ、うん、ありがとう。
魔獣の被害はないみたいだね。それにあの人たち、ルーリットの村にもこの衛兵が配置されているようですね。少なくともここにいるこの衛兵はまともな奴らだといいけど。では私はここで待っています。どうしてだいアリス。私は罪を犯してこの村を離れました。アリスであると気づいても受け入れてくれるとは思えません。それに仮に村人たちが迎え入れてくれるとしても、それは本来のアリスが享受すべきことです。今の私は聖号騎士のアリスでしかないのですから。アリス、セルカを一目見たいという気持ちは変わらないのか。それくらいなら身分を明かさずともできると思うぞ。ええ、そうですね。遠目から姿だけでも。ユージオ、キリト、セルカ久しぶりだな、セルカ。まさかこんなに早く会えるなんて。二人ともどうしてここにいるの？てっきり修剣学院に通っていると思ってたけど。ああ、そうなんだ。北帝国に魔獣が出現した話は知ってるよな。ええ、村に来た北帝国近衛兵の人たちから聞いたわ。幸いこの村はまだ魔獣の被害を受けていないけど、怖いわね。魔獣の退治は主に近衛兵や聖号騎士が行っているんだけど、人手不足らしくてさ、俺たち修剣士も手伝っているんだ。そうだったのね。ところでこちらの人たちは？彼女たちも俺たちと同じ修剣士だよ。キリト君やユージオ君と旅をしながら一緒に魔獣の退治をしているの。二人と過ごすのは大変でしょ？特にキリトはそうね。でも二人は強いし頼りにしているわ。それならよかったわ。ん？姉様。セルカ、どうして？やっぱり姉様だ。でもどうして？ごめんなさい、説明するのはすごく難しくて。今はまだ。姉様、いいの。私は姉様にもう一度会えただけで十分だから。説明なんて今はしなくていいから。ありがとう、セルカ。アリス、大丈夫？はい。ですがやはり心残りはあります。私はあまりにも多くの秘密を抱えてしまっている。記憶を失った理由や聖号騎士という身分、いずれは話さなければなりません。うん、それは僕も一緒だよ。罪を犯してカセドラルに連行されたことや最高司祭様の死に手を貸したこと、すぐには伝えられないけど、いつか必ず全てをセルカに話すつもりだよ。ええ、勇気のいることですが、その時に向けて
心の準備をしておこうと思います。大丈夫だ、いつか絶対に話せるよ。ええ、だといいのですが。それと一つ思ったことがあるのですが、セルカに限らず今回の旅で私は聖号騎士という身分を隠すべきかもしれません。カーディナル様は最高司祭様の秘密を最高司祭代理という立場から騎士たちにお話になりませんでした。騎士たち一人一人に考えさせるために聖号騎士である私の口から語るようにおっしゃいました。カーディナル様にとっての最高司祭という立場が私にとっての聖号騎士です。今後カラントを探す中で民と話す機会もあるでしょう。先ほどは職務を怠慢していたこの衛兵に思わず自分の立場を明かしてしまいましたが、これからはよほど必要に駆られた時以外は慎みたいと思います。毎度聖号騎士を名乗っては彼らと対等な会話を望めなくなってしまいますので、私はできるだけ近しい立場で知りたいのです。自分たちが救ったこの世界に生きる人々のこと。なるほどね。アリスが望むならそれがいいと思うぞ。うん、僕たちも協力するよ。ありがとうございます。この周辺にもカラントがあるみたいだな。ええ、先ほど魔獣が出たとセルカが言っているのを聞きました。放っておくわけにはいかないな。周辺で情報を集めつつカラントを切っていこうか。はい、そうできるならばぜひそうしたいと思います。それじゃあそろそろ行こうか。ああ、北帝国にあるカラントを減らしてセルカたちの生活を守るんだ。メディナと冒険者たちは村や周辺住民からの情報収集、アスナたちはこの一帯での子供の捜索を買って出てくれた。そして俺たちはルーリット周辺のカラント捜索と魔獣討伐へ向かうこととなった。セルカ元気そうで本当に良かったよね。ああ、2年前が懐かしくなったよ。セルカの作ってくれた鳥の蒸し焼きうまかったな。懐かしがるのはそこかい。まったく君は食べ物のことばっかりなんだから。キリト、ユージオ。なんだいアリス。私もお前たちと一緒にカラントの捜索と魔獣の討伐に出向きたいのですが、良いですか。本来ならばカラントを切れる者が揃って行動するより二手に分かれた方が効率も良いですが、この周辺は範囲としてあまり広くありません。なので。そうだね。じゃあルーリットの村周辺のカラントを一緒に切りに行こう。はい。それからこれはあくまでもついでで構わないのですが、一つお願いがあります。ついで？なんだ。もしもユージオやキリトにとっての思い出の場所を通りかかった時は教えなさい。つまりアリス・ツーベルクとの思い出が何かしらある場所で。アリス。なるほど、アリスはアリス・ツーベルクの記憶に触れてみようとしているのか。そうか。けど俺が持つ3人で過ごした記憶は曖昧なんだ。アリスの記憶ならユージオの方が詳しいと思うぞ。そうだよね。だから僕ができるだけいろんな思い出を案内できるように頑張るよ。ありがとうユージオ。よし、それじゃあ出発だな。うん、行こうアリス。はい。